ババヒデオババヒデオは、日本の政治家、日本社会党衆議院議員、行田市長、埼玉県出身、1922年、東京外国語学校ロシア語科卒。卒業後は、東京日日新聞の記者となり、モスクワ特派員、外国通信部副部長、ロシア課長、出版局編集部長、毎日新聞社出版局長などを歴任した。 1946年の第22回衆議院議員総選挙で埼玉県から日本社会党を公認で立候補するが辞典となった。同年5月に高野市町長に就任する。翌1947年町長を辞任し、4月の第1回埼玉県知事選挙に社会党公認で立候補したが落選。 同月末の第23回衆議院議員総選挙で埼玉4区から社会党公認で立候補して当選した。次の1949年の第24回衆議院議員総選挙で落選。同年6月に再び河野市長長に就任した。1951年河野市長の隣の行田市長選挙に立候補して当選した。市長時代は増加する市民とその要求に 対処できる行政サービスの強化が課題であった。まず、母子料の改修、市営住宅や公園、信用処理場の建設、市の広報の創刊さらには市営経輪の開催を行った。市長は一期4年で退任し、後任は前市長の奥抜健一が就任した。その後、 1960年の埼玉県知事選挙で民主社会党公認で立候補したが落選した。1979年死去。ありがとうございます。